食えるぞ。あ、やっぱりお米でそのボリュームある。腹持ちいいな。ボリューミーだ。そんなかっちゃんにプレゼントを渡しようではないか。いらん。テレレレテレー、また待って、アホな無理か、またわけわからんもの買ったんですよ。モスバーガー、意味わからん。モスバーガーにもこのライスバンズあったんだね、が使われて、ちっちゃ、どっちがどっちだわかんない、ちょっと待って。これで500円。 あったけえな、まだこっちあったかい、保温性いいわ。これはだっていつも売ってるやつでしょ、むしろ。あの、でもこの包み方感動した。そうね、なんか贅沢ね。うん、時間もかかるわ。わあ。あ、もう全然違うわ、中身が。さん、すげえ、もう見えんだろそれ。すげえいい感じにお肉がもうなんかな、見えてんだよな。すげえ、食べる。え、一口めっちゃいます。ちぎらせて。お米どんな感じ？もっとカリカリしてる感じ？あ、ふわふわ、こっちも。あ、お肉がいっぱい持ってかれる。はい。はい。行ってきます。あ、こっち匂いいな。肉うま。あ、ライスは、似たり寄ったり。あ、そうなんだ、うん、モスでも。モスも似たようだったよ。だただご飯臭さは少ない。ご飯臭さ。肉うまっ。へえ、いただきます。牛うまっ。牛アメリカ産だね。違うの、なんか牛食ってるって感じがする、あの一枚で。うわ、いっぱい食うね。うまくね。あのライスバーガー、焼肉ってつけるだけあるね。うん、ちゃんとした、なんか焼肉とご飯すげえベストマッチだね、こっち。そうね、レタスもなんかあの、うん、なんだっけ、そうそう、あのお肉包むサンチョか、うん、サンチョ、うん、あんな感じに、うん、サンチョ。ポンチョ混ざった、ポンチョ。いや、包むも違うわ。あのね、レタスの量、肉の量、米ベストマッチだね、量的に。ダメだ、モスの方が美味しい。ですけど、マックのことなのに、なんでモス褒めとるんや。やべえ。結論、ライスバーガーはモスへ行きましょう。そうそう。モスにさ、海鮮天ぷらか。ああ、かき揚げと、ね、海鮮バーガーと、エビの天ぷら。うん、海鮮のかき揚げとエビのバーガー、うん、エビ天バーガー。いや、でも、焼肉うめえ。なんか焼肉食ってるって感じ。ご飯と焼肉。ね、なんか贅沢な、贅沢な味。うん。見えてんのかな。あのね、こぼれってそれ。そう、あの取り出して見せたいんだけど、うん、米がね、思った以上にボロボロこぼれるから、ボロボロバラバラなんだわ。普通のそのマックとかのバーガーと違って、うん、あの見せながら食べるができないのよ。できない。もうだって完全にボロボロしてるもん。うん、思った以上に米のそのね、うん、感触っていうか、なんていうのを残した感じで、もうバンズだから。ケチャップとかよ、うん、そういうものでごまかしてねえよな。あ、焼肉のタレっていう。確かにケチャップないもんな。うん。マヨネーズもないんで。あら、贅沢。焼肉のタレがもうビシッてきてるっていうの、肉にすごい染み込んでるっていうの、なんか牛丼食っとるみたいやもん。一番饒舌。一番喋るよね。やべえな、俺マックやったのに今日。やべえな、俺こんなに腹持ち、腹に来ると思わんかった。半分ずっこにしんどかんて、やっぱあのナイフとフォーク買ってきて、あ、ナイフ買ってきてさ、そう迷った。あの一個一個食べるんだったら別にいらんけど、もし半分半分にしたいって言うんだったら、ナイフなり包丁なり持ってきてねっていうつもりだったけど、ちょっと買ってこんとかんな、そういう100均でバーガーにわざわざ包丁なりナイフなり持ち込むやつおるんかって思って。多分車に包丁持っとったら銃刀法違反になるしな。まあ運悪くおまわりさんに止められたら終わりか。変だろ、カメラ持って、おめえ、あの、ライト持って、包丁持って、ただのもうおかしいやつやん。そのそうね、なんか犯罪者出てくるドラマにありそうなセットだもんね。だろ、食事されてさ、車の中は見せていただきますね、つってさ、ヘッドライト持ってさ、ビデオカメラ置いてさ、三脚置いてさ、包丁持っとったら、おめえ 何やるんやと思うやん。だろ、撮影とは思わんね、俺も多分。だろ
包丁に何の撮影がいるんですかって聞かれるよ俺。いや車の中で料理しますって、うん、できねえし。パタな。何々署まで来てくださいって言われるぞ俺。うん。そこでこのなんていうの、要はハンバーガー1個食べきんないからあれ、うん、わざわざ包丁買ってきたんですって、そのいやもう全部見られるだろう俺の撮、俺らが撮った撮影は。んまあ証拠映像になればいいんじゃない、それはそれで弁明できるよちゃんと。はずいやん。まだいいぞこれ、マックとかこういう食レポしとるからさ、うんうんうん、これをさ心霊のわけわからんとこ行ってさやられてみ。お前ら何やっとるんやんって言うぞ。ええー、年こいてって言われるぞ俺。なんか心霊スポット行ってきたって俺 言うよ。いや見たらやばいっすよこれはって、ノーカット版ですよなんて言ってね。見ても平気ってあなたに多分聞くと思う。えもうバカみたいやんそれ。だってこの間のシガみたいなやつ撮れたらあれ見ても平気って俺聞かないかも。俺も言うぞ。うん、あなたたち見て何かあっても僕らには責任取りませんよって言うしかねえやろ。おマックから飛んどるやねんか俺ら。はいカットって。いやもう皆さん実食終わりました。はい、ライスバーガー、ライスバーガー、4種類。はい、4種類。俺はなぜかモスが乱入した。ちょっとね、形になったけど。皆さんね、モスでね、みんな持ってかれちゃったんですけど。モスうめえ。モスうめえ。うん。何がうめえかって、もう味、うん。うん。やっぱなんか、マックとは違うクオリティある。ま、いや、違うな。時間待たされた分だけあるな。っていうか、その、なんていうの、グランドメニューに置けるだけの、やっぱ、品質は保ってる。そうやな。今回ちょこちょこ売れるから置いてあるんやろな。うん。マックの方はね、期間限定っていうか。期間限定でちょっとお試しっていう感じで多分マックもやってるんだろうけど。まあこれで多分お蔵入りになるでしょう。何がこの動画？このマック、いや違うマックのご飯。あのご飯バーガーか。うん。びっくりした、この動画お蔵入りかと思った。な、これは出しちゃって。悪いけど。